こ俺結構好きだけど。微妙？微妙？ちょっとあんまりうまく伝わんないよな。ビルなんだけど。よくない？ここと川沿い、うん、ここら辺好きだね。カメラじゃちょっとね伝わりづらいよね。だから普通、うん、まあちょっと綺麗なんだけど伝わりづらいっていうか、コントラストが綺麗に出ないからね。うん、なかなか綺麗に映んないですね。スズムシかな。うん、歩きますか。じゃあ散歩しまーす。どっちが向こうの方が明るいかな。向こう側歩こうかな。どうしよう、うん、いや地元っつうかまあ近所、うん、いやのんちゃん車持ってんのは、え、なんでそんな衝撃なのかよくわかんない。のんちゃん車配信よくやってるよ、うん、ビル綺麗だよね。のんちゃんはだって新宿じゃないもん。のんちゃん新宿じゃないよ。東京は東京だけど。蒸し暑いわ。いや一回ね秋の気配になったんだけど蒸し暑いっすね。いや何にも考えてなくてとりあえずプラーっと外出たけど、どこ行こうか。どこ行こうか。歌舞伎町でも行く？夜の散歩、今日はちょっと蒸し暑いかな。引きで見てるからでしょ。みんなはその近くの画面で 見るのに慣れてて、引きで見ると実際に近くなるんだよね。引きで見てみる。引きで見てみる。こういう引きの絵に慣れてないんだよみんなは。暑いよね。
涼しい、うん、1週間ぐらい前すごい涼しかったけど。ホーヤがキャスバーにいる。ほう、殴られ屋さんもうとっくにいなくなったよ。とっくに有名な人引退しちゃったよ。もういない、殴られ屋さんは引退しました。キャスバー行く？キャスバーじゃ行こうか。てか毎回外配信キャスバーじゃん。殴られ屋さんってほら漫画とかでも有名なモチーフになってて、1分間殴って1000円っていう。だから避けるのがめちゃめちゃうまいの。めちゃめちゃ避ける人当たらない。グローブつけて1分間殴っていいですよって。石野は反対方向かな。ホーヤのところ行ってみる？本当にいたよ。いや、めちゃめちゃ有名じゃん。漫画とか映画とかのモチーフになってる人。YouTuber とかも真似してる、その伝説の人ね。それ整形立つってた人。まあ、荒野がいいっつんだったら行きたいけど、あんまりなんか、いや俺が行ったらなんか荒れるじゃん、荒野の枠。和道がキャスバー行くぞっつったらさ、うわーって荒れるじゃん。かわいそうだよね、ちょっと。荒野が荒れる、荒野の枠が荒れるの。腹減ったな。今日なんか食ったっけ俺。パン食ったか。俺ナンパしてないよ。俺ナンパ配信大嫌いだもん。新宿のどこ？どこ？なんて言えばいいんだ。北新宿か。おい、ルンペイいらっしゃい。まあ外だとしょうがない。電波が弱いからしょうがない。いや、キャスバー行ってもいいけど。キャスバー行くじゃん。向かうわ、じゃあキャスバー行きます。向かいます。バグっていうかね、俺の下り回線が弱いから、外配信だから、あの要はコメントの下り回線が読めない。ああ、じゃあめちゃめちゃ近いじゃん。たい焼きさんすぐ分かるでしょ。俺はコークが好きかな。コカ・コーラが好き。ペプシも嫌いじゃないよ。コーラ派だね。アメリカはペプシが多いんだよね。うん、いや、めちゃめちゃ近所でしょ。めちゃめちゃ近所でしょ。ライフ。多分だからこの辺に住んでるでしょ。ドリームさん、どうも。バガーありがとう。ライフライフ。
多分ここで買い物してるし。都庁行ってもいいよ。都庁の展望台は何回もやってるもんな、夜景見るの。めちゃめちゃ綺麗だよね。キャスバーマン面白いよ。キャスバーマン面白いっすね。ありがとうございます。おじいさんありがとう。カラオケ行きてえな。いやだからこの辺にリスナーさん 5,6 人いるもん。風船ありがとう、ルシさん。風船ありがとう。あざーす。眉毛だいぶ生えてきたな。都庁行けなかった。今度こそ行こう。ああ何、こっち来た時都庁見れなかったってこと？都庁今ライトアップ水色でめちゃめちゃかっこいいよ。あーまあ配信でね、近所見ると不思議な感覚になるよね。わかる。リスナーさんからするとなんだこの感覚ってなるよね。今シャワーしてた。おかえり。リアトツもう全然いいけど、深海魚が逃げる、追いかけるわ。じゃあ逃げられたら追いかけたくなるもんね。あ、行けなかったんだ。いや逃げるんだったら追いかけるよ。なぜかは分かんないけど、普通に会える。あ、近所なんだ。なんで逃げる必要があるのかよくわかんない。なんで荒野逃げに。こっからの景色も綺麗だよ。伝わりづらいんだよね。ちょっと伝わりづらいね。これが西新宿のビル群だね。夜景です。で、一番、これが最近できたタワーマンションだ。日本で一番高いタワーマンションだ。うん、こうや、逃げてる。なんで逃げる？俺とこうや、マブダチじゃん。マブダチじゃん。マブダチじゃん。違かったの。マブダチではなかったの。はい、ダンボールいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。マブじゃん。ショックだわ。ショックだわ。おや、キャスバーいるよね。なんでそんなひどいこと言うの。
なんか飯食うか。いや、散歩。あー、青が。散歩散歩。銀行の件。あー、ありがとうございます、サンボルさん。どうもありがとう。てんてんてててんてて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 。あ、こら、信号ねえのか。キャスバーにいる？バーガーありがとう。え、ルンペン佐野もいんの？ちょっと会いてえな。ルンペン佐野にはちょっと会いてえな。バーガーありがとう、あやさん。トコさん、バーガーありがとう。リアトツマチやってんだ。じゃあ俺もリアトツマチやるか、うん、じゃあ俺もリアトツマチやるわ。撤回じゃないですね、やめることをやめましたね。僕はやめることをやめた。これもじゃあリアトツマチやろう。銀行とかせ銀行とかないじゃん。新野町と一緒なの。あ、いいよ。リアとツマチ勝負しようって言ってる。じゃあ行くわ。フォロー大歓迎ですよ。てかフォロー断る配信者なんかいんのかっていうの。いや、クズだけど。わかった、リアとツマチ勝負やろう。なんだ、事件か。事件か。救急車フォローいいですかっていう人、なんか礼儀正しいっていうかね、正面なんだろう。フォローアザース、うん、え、何、コウヤがだって勝負しようっつってんでしょ。リアトツマチ勝負。いや、勝つよ俺。俺意外とリアトツ多い方だから全然勝つよ。勝負する？リアトツマチ勝負。勝負しようか。じゃあバーガーありがとうございます。のんちゃんはね、お家で寝てる。おやすみ軍内で。はぁ、はい、わだつー、電波弱えな。こうや興味ないの。今日神戸で撃たれた。何を。引退はしましたよ。ラグってる、そんなに。そんなラグってないよ。そんなラグってないよね。俺が見てる限りラグはないけど。ラグってる？みんな。
ああ、そうなんだ。無言フォロー嫌なんだ。ネットの活動向いてなくないかそれ。フォロワー増やした方がいいじゃん、自分のファンなんだから。イオリンさんこんばんは。今日ラグ少ないよね。コメントに書かれてるあのコメントの時間見て、今の時間見たらそんなに多くないと思うけど、うん。荒野がリアドス対決したいんだって。荒野にリアドス対決を挑まれたわけです。モンヤンカレーだよ。やっぱり受けて立たないとね。明るいっつうか、まあ眠らない街だよね。本当に。もうパソコン配信、俺はパソコン配信ばっかり、携帯配信あんまりやらないっすね。風出てきたな。治った？そうだね、月曜日だからかな。多いね。眠らない街新宿って考えた人すごいよね。歌舞伎町か、眠らない街歌舞伎町か。いや、モーヤンカレーまずいよ。もう2回行ったけど俺苦手だったわ。え、売名って何のこと。ねえ、この辺静かだよね、真夜中になると。これから静かになるよ、うん。え、名言を避けてない。あの、俺が今外配信だからコメントがバグってんの。たまに表示バッて一気にされるから名言避けてないよ。あの、外配信の時しょうがない。なんだこれ、神社あるんだ、何神社だ。鳴子大神社、こんなとこにあんだ。そういう台本で、俺台本なんて組んでないよ何も。じゅんさんはどつ。俺らしいってどんな配信よ。勝手に思い込んでるだけでしょ。自由にやってるだけっすよ。中野坂上が奥の方、中野坂上の方から新宿の方に来た。むしろさっきいたところが中野坂上。いや、なんか俺らしいとかないから、俺らしいとか俺らしくないとかないから。俺がやってること、映ってることが全てだからさ。そう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 、っていう道なんだろうこれ、わかんねえわ。高層ビル街だね。影別に隠してない。大久保の方に行く、高田の馬場の方行くっていうのもありだよ。歩いて20分ぐらいかな、歌舞伎は。遠回りする。いや、新宿警察じゃなくてもう病院の方だね。
病院の方100円ローソンあったかな。俺ハゲてるけど、俺ハゲてるよ。暑い。なんか飲み物買おうかな。まあ過ぎただろうね。そうそう、女子医大、そうそう。あ、ハーフ麺だ。よっしゃい。南口？南口遠いよ俺。オマーン国際空港。南口めっちゃ遠いよ俺。南口遠い。ハゲ湾には出ないけど。南口、何を奢ってくれんの？え、奢ってくれんすか？オマーン国際空港さん。え、奢ってくれんの？行く？行く？リスナーさんに奢ってもらう？何を奢ってもらえるんだろう。ハゲワングランプリとかやってないよ。焼肉っすかね。焼肉。いや嘘つかない。オマーン国際空港さんは嘘ついたこと一回もないから。引退やめた。ハゲワングランプリ開けませんから。寿司はいいかな。寿司はいい。アホの子選手権アホの子選手権出る。アホ子選手権。うん、奢ってもらうのに選ぶ権利ないの？ないの？いや俺奢ってもらうのに権利ねえの。寿司はいいや。本庁から何でしょ。有限定食いたいな。有限定食いたいな。いや主催はやらねえわ。あっつ。
そうか、六河川、六河川、髪伸びたな、切りてえな、もう髪がうっせえ。髪うぜえわ。髪切ろうかな。髪切りに行くのありだよね。鼻異常に高いよ。横から見るとびっくりするでしょ。いや、カラーはレッドでいいんだけど、髪が伸びてきたらうざいね。いや、ヒゲなかったよ、この前。ヒゲなかったよ。髪切るっつっても今何時？もう美容室閉まってるっしょ。いや、どこ行こうかなと思って。鼻俺めちゃめちゃ高いよ。横から見ることあんまないもんね、配信者。あっつい、汗かいてきた。めちゃめちゃ暑いな。ラブッチュさん、花火ありがとうございます。ラブッチュさん、ありがとうございます。コメントバグがすごいな。コメントバグがすごい。バカ5個ありがとう。電波がちょっと弱いからコメント欄が止まる。あー、ちょっと多分20分以上かかるんで、また別でお願いします。まあ国際空港さん、ちょっとあの遠いんで20分以上かかるんで、またで。すぐは行けないっすわ。遠いっす、今いる場所から。いや、散歩配信だもん。やめましたね。やめて、やめることをやめました。
お疲れ、ナンマル。お疲れっす。いや、飯はいいや、とりあえず。なんか喉渇いたね。あ、いいっす、いいっす。僕人見知りなんで、極度の。ウマン国際空港さん、いいです。人見知りなんでやめときます。うん、お疲れ様。僕酒飲まないです、そもそも。だけど、東京はなんか散歩って感じじゃないよね。でも選ぶなよじゃないですよ、佐々木さん。今あの電波が弱くて飛ぶんすよ、コメント欄が。散歩。お酒飲めるけど飲まない。お酒飲めるんだけど飲まない。キャスバーでカラオケいいよ。帰りだるくなるね。いやー、いいっす、いいっす。
現金支援とか悪いんでいいです、大丈夫です、お気持ちだけいただいておきます。いや、いいっす。あのリースの、それこそ桜井君とか一番やな。ありがとうございます、花火ありがとうございます、ラブチさん、ありがとうございます、また来てください。あ、バグってんな、コメント欄。あれ何なんだろうね、 VR 感みたいなね。いや、5万いいっす。高山は立つ。引退はやめました。VR のマリオカート。おー、直徳さんお疲れ様です。マジっすか、よかったっす、よかったっす、最高っす、よかったっす、よかったっす、信じてましたよかったっす。また飯でも、直拓さんぜひ。いや、いいっす、いいっす、おまんさん大丈夫っすよ、悪いっす、ぜひぜひまた飯でも。いや、いいっす、いいっすよ、5万円なんていいっすよ。神田うののお店、あー、パチンコ屋、神田うのの旦那さんのお店でしょ。いやー、大変ですよね。いや、僕は引退しました、引退して復活しました。やばいやばい、ホテル街はやだね。7回目っす。
新宿区役所突然行かない、もう閉まってるんですよ。もうニコ生っすよ、僕の枠は。僕の枠はもう死んだんすよ。キャラ変更に失敗したんすな、オタクさん。はい、もう無理っす、修復不可能でした。過去行った悪行が許してくれなかったっすね、誰も。僕はもうニコ生の和道っていうのを捨てられなかったっすね、切り離せなかったですね。もう背負って、昔のカルマを背負って生きていきます。昔のカルマ、いや、いいっすいいっす、悪いっすよ、現金は。お気持ちだけで大丈夫っす。ニコ生に戻ってもさ、無理だよ。ここ車通れるんだ。車通れんの知らなかった。まあしょうがないっすね。いや今も怖いよ、カプション。今も普通に怖いよ。ドキドキライブ行くしかないかな。お疲れ様です。風鈴会館、裏道怖いよ。何が怖い？雰囲気。これケンさんと揉めてないけど。ああ、まあ可愛い女の子はキャッチされるわな。ダンボールはしょうがない、可愛いからだよ。花火2発は完全にオワコン。やめて、傷つくから。そういうデリケートな問題だから、花火2発とかやめて、本当に傷つくから。いや、藤子ちゃん、藤子ちゃん仲良かったんだけど、すげえなんかケンケンしてっからもう行かない。いや、傷つくっしょ、花火2発かよとか言われたら。いや、可愛いからキャッチされるんでしょ。まあまあ、俺の嘘が一番怖い。行きましたよね、あの話今度しましょうね。あれは衝撃的だったよ。売名しに来ました。どこを座っていいか、どこでもいいですか。はい、ジントニックください。はい、かしこまりました。飲み放題で大丈夫ですか。あ、どっちも、はい、どうしよう、飲み放題にジントニックってあります。あります、あります。あ、じゃあそれで、飲み放題。じゃあ先輩に挨拶は。22名なんて何歳で。
多分みんなあれだよ、あのトップバーのコカコカの出勤情報を見てきてるんだよ。今日可愛い子いっぱいやからな。今日可愛い子いる。俺が出勤の時お手配信者いるよ。もうこうやさ。誰もだって10時ぐらいまで誰もいなかった。俺しか来ない。連覇。あの時結局来たの。連覇。4人。こうや先輩に挨拶しましたよ。はい、よろしくお願いします。休み会議行き過ぎじゃね？そう大先輩なんで。何会議行き過ぎ？まだ飲んでない。なんか甘そうな感じがしますよ。ほ電源ってどっかから取れますか？電源後ろからになったんです。そうじゃん。はい。びっくりだわ。キャンもいる。キャン。小屋さんに挨拶しましたよ。先輩よろしくお願いします。最後キャンだとするんだね。電波。画面はまあパソコン配信だ、ね。コンセントで大丈夫です。あ、大丈夫です。ありがとうございます。電波あるだった。あのさ、その何人数、フォロワー人数ってどうやって数えるんですか？フォロワー。ありがとうございます。結構いるじゃん、フォロワー。買った？稼いだ。あ、だからどうやって稼いだの？ああ、宮田さんが、あのさんとは7、8年使ってるから。バオちゃんの書き直したのか。買おうと思えば10万だった。急に。人じゃないから100年。違う違う。和子さん、和子さん、どうも。お疲れ。え、こっち来た。あ、こっち来ました。おお、え、来ましたってどういうこと？あれ、住んでる。いや、違いますよ。あの、宮城から、あの、東京まで来ました。もう、ゆうたさん、めちゃめちゃ筋肉増えてる。まあ、トレーニングしてますからね。やばい、シャックンめちゃめちゃ筋肉増えてんだけど。だってさ、会ってないの半年ぐらいでも。いや、だってステボロの前、え、4月だったから。めちゃめちゃ筋肉、シャックン覚えてる、みんな。待って、シャックン鍛えてて、宮城のシャックン覚えてる？めちゃめちゃ硬い、良くなってんだけど。あ、どうも。ビルドアップしてるでしょ。そうですね。やば。まあ、60cm超えたんですよ。シャックンほら、宮城の4月にコラボしてんじゃん。まあ、前から知ってたんですけどね。いや、まあ、ニコ生時代からね。そうそう、アンチ闇将軍のシャックンだよ。そうですね。だからもう、硬いが変わりすぎてみんなわかんないんだよ、多分。知らない？いや、絶対知ってるよ。いや、俺はわかる。あ、いや、わかるけど。コーヒーとコラボしてるのかなと思って。いや、してないですよ、全然。いや、すげえな、何センチこれ。これは41、2じゃない。41？ だってさ、こんなじゃなかったよ。体はシュッとしてたけど、ほら、あれだよ、 T シャツ逆に、あの、なんだっけ、あの、ほら、ヒカルくんと3人でカフェ飲んだじゃん。そうですね。覚えてない？だからもうね、ガタイが変わりすぎてみんなわかんなくなった。あ、なるほど。今どこでやってるの？ニコ生？今ニコ生ですね。普通にニコ生で放送してますね。はいはいはい、はい、そっか、久しぶりでしたけど、やっぱりそう、カフェでヒカルくんといたときに。あ、覚えてる人はいるみたいですね。そう、だけど最近リスナーさんが入れ替わったから。あ、なるほど。多分ね、新規の人はわかんないんだと思う。あ、なるほど。いや、41センチだったよ。めちゃめちゃ腕太いよ。え、何、半年ぐらいでそんなのある？300人とかだったら。いや、わかんないですね。これは一応トレーニングは去年からしてたんですよ。いや、でもだってさ、40センチオーバーってさ、ボディービルとか真剣にやってる人でしょ。まあ、そうですね。え、今どれくらい上げんの？いや、俺はあんまり重量は上げないですけど。自重トレーニング？はい、自重じゃないです、ウェイトトレーニング。ウェイトか。はい、すげえな。めちゃめちゃ筋肉太くなってる。あ、そうです。一人で飲んでた。だってね、なんか俺も一人で飲んでたから。ここ思うよ。あ、いや、めんどくさかったらいいけど。1000人が10日間。そうそう、宮城のシャック。めちゃめちゃ腕太くなってる、半年で。びっくりしたわ。グラップラーバキみたいになってる。あの、闇将軍の家に突かけて、そのアンチでめっちゃ揉めた人ね。久しぶりだよね、シャック。むしろちょっと細い感じだったのに。お父さん、僕は俺がそっち行く。じゃあ俺が後ろ行くか。
大丈夫ですかね、コンセント。あ、いいよいいよ、後ろいいっすか。はい、昨日どうだったの？昨日やったわな。やってはないわ。ないです。たまたま東京に遊びに来てたの？まあ一応友達の配信者で配信したんですけど、そうですね、俺しか仕事行かなきゃいけないから先に逃げてて、おじこさまの配信者さん。ニコ生はもうあんまり最近、俺でもこの前コミュニティ作ったよ、久々やったよ。なるほど、うん、あのすいません、いい、俺和道、うん、さんのアンチになったかもしれないですよ。なんで？あの和道、うん、さん の、うん、あの放送を見て、うん、まあ例えば昨日、俺アンチなの？俺のアンチだったら一緒に酒飲まなくていいでしょ。いやでも語り合いましょう。語り合うの？ああ いいよ、全然いいけど。一応語り合う。アンチとじゃあ乾杯はできないか。はい、乾杯はできないか。腕めっちゃ太いよ。おやばい、倍ぐらいあるじゃん。そうですね、やばやば。荒野奥に、荒野じゃないだろ、荒野先輩だろ、荒野さんっていうやつ。格上配信者だ。アンチになっちゃったんでしたっけ。まだ話せない。手を握っておけ、お前一人になってなんか俺がキャスバーでぼっちになってるって。あ、ぼっちになってた。いや、なってると思ってるの。一人で飲んでもいいですよ、俺。ニコ生だって延長無料だもんね、今ね。そうっすね、今無料っすね。ね、まあ、俺が、あ、加藤さんが宮城に来た時、はいはいはい、俺に1000円、あ、俺が1000円やったじゃないですか、まず。今ちょっとガチめに考えたら、そう、俺が東京まで来たんで、うん、俺に1000円やれ。あー、そうだね、ステッカーとかないの？ないんすよ、俺。そうだね、俺がそうだよ、俺は宮城に行った時に、はい、そう、1000円支援されてステッカーを渡したんだから、シャックンが来たらお返しをしないとね、確かに礼儀で。そうですね、そうだね。じゃあ、あの東京へいらっしゃい、東京へいらっしゃい、ありがとうございます。1000円渡すルールだったわ、はい、ありがとうございます。これでも1000円がぐるぐるするだけじゃない配信者同士。まあそれがいいんじゃないですか。おう、はい、おう、まあ一応、まあ俺が聞きたいことは昨日、まあ引退サインですか。いや違う違う、昨日はマジで引退しようと思ったんだよ。見てたの？飲むってたの？コメント入ってた？いや、コメント入ってないでしょ。はい、でも違う、本当に腹立ってきて、だんだん、はい、3時間でもうね、すごかったのよ。もう3時間、300人ですよ、いつら。うわーって、もうリスナーさんも、わーっとおもろーみたいな、俺もリスナーさんみたいな、3時間ブワー喋って、はい、うわー、もう楽しいわ、ふわっと最高だわって言って、パッて3時間経過したから、パッて花火の欄見たら花火2発だったやってらんねえわって言ってブチ切れて、はい、なんだお前らって、俺とこんなにイチャイチャしてたのにこんなに楽しかったじゃんって言って、もう引退するわーって。なるほど。そう、そしたらなんかもうどん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 なんかチクランとかに乗っちゃって、聞くに聞けなくなったみたいな。なるほど。おー、いやー悲しかった昨日は。昨日は悲しかったわ、本当に。でも和道さんって結構、うん、今思いついたことをなんか実行するタイプですよね。そうそうそう、思いつきタイプ。俺はそこが苦手なんですよ。あー、結構守ってほしいタイプなんだ。あのスケボーもあったじゃないですか。じゃあスケボーはだって通報されちゃったの。通報されたんですか。そう、だから場所がなくなったのやりたいんだよ。あー、そうなんですか。あ、そうなんですか。なんかプライベートでやってもさ、意味ないだろ。昨日はだから、しょうがないよ、こればっかりは。やっぱ配信は金ですか。いや、はい、そこの問題はちょっと今自分で問いただしてるところ。要はね、ま、金になってきてるなっていうのはあるのよ、自分の中で。だけど、その楽しいことやって結果プラスお金になったり、プラス閲覧が増えたらいいなって。あ、なるほど。うん、だから楽しまないダメだなと思って。今なんだろう、そのもう、ま、もう金稼げるかどうかなんか分かんないじゃん。だからそれはもう、なんかもう楽しもうみたいな。
なるほど。あの300人って和藤さんの中では閲覧多い方なんですかね。俺の中ではアクティブ300が多い方。あ、多い方ですか。そう、あ、なるほど。200、300ぐらいが自分の力でいけるわけで、300超えたら大体誰かがディスってる。なるほど。400、500とか600とかになってくると誰かがディスってる。2、300だね。コミックスやろう。マジこれ。まあでも和道さんもね、4年配信してきたんですよね。俺5年目入った。4年終わって5年目あ、じゃあ 年生。俺と同じじゃないですか。そう、同級生だよ、シャックンも。ていうか若干シャックンの方が先輩ぐらいじゃないの。そうっすね、ちょっと先輩っすね。ちょっと先輩だよね。今シャックンだって10代からやってるでしょ。そうっすね、先輩ですよ。まあ同期なのか、そい先輩なのか微妙なところだけど、まあ、だから同期っちゃ同期か。シャックに現在の闇将軍の情報を聞きたい。どうなってんの。まあ一応ツイッター、おとといツイートしちゃうんですよね、闇将軍。おう、でもなんか消しちゃうんですよ、まだツイート。おう、シャックふわっち、もうやらんの。正直俺、金稼ぐために配信はしてないですかね。だからクラシックのタイプだよね、はい、古いネット文化を知ってるっていうか。要するに俺は配信で、まあ、いろんな配信者さんに、まあ、リスナーさんにでもそうですけど、トレーニングの仕方を教わって、はいはいはい、そして検証するみたいな。そうですね、もっと大きくなって、そしてそのトレーニングの良さをリスナーさんに。いやでもびっくり、半年でこんなにならないよ。腕が一番自信あるの。胸筋はないっすね、意外と。あ、肩じゃないですか。肩すごいね、腕、はい、どれさんぐらいあるもん。サメちゃんが配信歴が全てらしいです。あ、そう、そんなこと言いましたね。だってサメ島さんも13年ぐらい、11年ぐらい長いよね。長いですね。11年。足はありますね、結構太いね、太いね、はい、でも前よりビルドアップしてるわ。え、なに、サプリとかさ、プロテインとか飲んでる。一応、配信前に、プレワークアウトって言って、なんですか、興奮状態にさせるような。何ですか、プレワークアウト。まあ、例えば、雷神とかあるじゃないですか。雷神飲み物の雷神とか。あ、分かんない。あ、はいはいはい、はい、そういうので、飲むとなんか元気になるじゃないですか。カフェインだよね。そうです。カフェイン大量に飲んだりして。あ、要はテンション上げるみたいなこと。テンション上げて、まあ、ある程度体を温めてからトレーニングして、へ、まあ、それからトレーニング終わったらプロテイン飲んでるんですけど、まあでもサプリ自体はプロテインぐらいしか飲んでないですかね。プロテイン何飲んでる。サバス。これはマイプロテインです。マイプロテイン、はい、イギリスのですね。へー、すげえ。もうステロイド打つなよって言ってる。ステロイド打ってんの。打ってないです。でもナチュラルでこれはすごいよ。そうっすね。いやいや、だって太かったけど、はい、まあぶっちゃけ高校の部活動のシュッとしてる感じだったじゃん。あ、なるほど。これやってる人だもん、完全に。なるほど、やっぱり配信者って、はい、間近で会って、そして話さないと分かんないですね。分かんないよね、はい、ネットでいろいろ見ててやっぱり分かんないですわ。テレビみたいなもんだよ。そうですね。そのさ、やっぱり俺を単純に一人で見るわけじゃなくて、例えば昨日の枠だと1000人のコメントの雰囲気と一緒に見るわけじゃん。だから同調していくっていうかさ、なんか集団心理で、あ、もうこいつはこういうやつに違いないみたいな。大体当たってんだけど。でもなんか俺の配信ではなんか和道さんは自分で下道だって認めてる。俺は違う違う違う。だからね、俺ね、聞いてくださいよリスナーさん。俺ね、最近ね、おい、ハゲこの野郎。ああ、リスナーさんハゲてないんだ。お前の女マジブスだな。ああ、リスナーさんのね、もう北川景子クラスだと。おい、お前借家かよ。あ、一軒家っすか。シロガネーゼですねって。おいおい、お前なんだ、小月だな。ああ、なるほど、上場企業で働いてるんですね。お前全然花火飛んでないな。なるほど、年収1000万ですかって。お前年収1000万で上場企業でハーバードか、東大か京大か、ね、マサチューセッツ工科大学を卒業していて、白金に住んでいて、車はランボルギーニだと、はい、俺のアンチはすごいぞ。モデルはね、彼女は北川景子クラス、やばいだろ、うちのアンチは。そんなのが1000人単位でいるんだぞ。うちのリスナー、なめんなよ、本当にやべえから。まあ一応俺の配信で言ってるのは和道さんアンチなんで、こんな感じ。そういうことでしょ、俺のアンチは。完璧な、完璧な、完璧な男ですよ。なるほど。
いや、さっくん偶然会ったんだよ。知らなかった、東京来てるの。え、どれくらい前東京に、まあ、明日の、うん、うん、夜中に帰りますね。あの、夜行バスで帰ります、うん、ああ、はいはい、地元まで。いくらくらいの？4000、5000くらい。俺そんなもんだったよ、はい。仙台までじゃなくて古川ってとこまで行くんですよ。古川、はい、それなんで6500円ですね。ああ、ちょい高いんだね。ちょっと高いですね。うん、はい、いや、めちゃめちゃうちのアンチセレブです。無職のゴミクズ野郎こうやって言ってます。え、ゴミクズですよ。ゴミクズ、無職のゴミクズ野郎だよ、ほんとに。窓はサイコパス。まあでも和道さん、やっぱり考えたことすぐ実行するのは本当やめた方がいいですね。そう、俺ね、違うんだよ。気分で言ってわーって言って後で理由をつけるタイプなのよ。言い訳をするタイプなの。だから嫌われんだよ俺。いや、テンションでその場のノリでわーって言うから矛盾するし、そういうタイプだよ。もうしょうがない、嘘つきだ、ホラ吹きだ、ホラ吹きはどうだ。まあでも自分でホラ吹きって認めてるのは結構まあマシじゃないですかね、ユイヤとか言うのは。いや、ホラ吹きでしょ。ホラ吹きっていうよりもホラ吹いてるって感覚じゃなくて、はい、テンションだけでその場限りで言ってるから、だから後で言い訳するじゃん。いや、こうだったんだよって、はい、全部適当なのよ。なるほど、そうそう、なんか適当だよ。コメント読めよ。老人から詐欺した話聞いて。あ、いいよ、全然話すよ、全然話すよ。なんか聞きたいみたいな。なんで俺がコメント読むの、さっくんが。さっくんが代弁するんだよ。さっくんを通して聞きたいんだよ、リスナーさんは。さっくん、ゆえっていうことも含めて楽しんでるんだよ、多分ね。しないと思いますよ。わざわざ読んでる。俺がコメント読めってことじゃないよね。俺だって呪縛やってんだから。多分違うと思うよ。シャックに対してコメント読めっつってんだよ。でもほら、バードを配信やめてくれって言ってますよ。配信やめてくれ。だからさっきも話したんだけど、配信者にとって引退って何ですかって、はい、俺が引退するじゃないのよ。リスナーさんが俺の配信を見なくなった時が本当の引退だよって。いや、でもそうだったら自分から引退しますって言わない方がいいんじゃないですか、ね。復活したんだよ。やめ、配信をやめるのをやめたから。昨日はやめた。で、今日配信やめたのをやめたから。あ、なるほど。そうそうそう、常に前に進んでるから。前に。なるほど。そう。3歩進んで2歩下がる。誰かお願い。あ、どうもね。まして地球上から消えてほしい。ああ。ああ。どんどん宇宙から消えてほしくなんだろうね。あの、正直、和道さんのアンチに会いますと、もう和道さんの放送に書き込みたくないんですよね。もういいよ、いいよ、楽しい。書き込みたいって見るの俺ね、よくわかんないのが。じゃあ、閲覧は、本当のアンチは増やしたくないんですよ。だから俺は見ないんですよ。でしょ、はい、でしょ、はい、なんで多分ここでコメントして読めって言ってんじゃないですか。いや、わかんないけど。未成年かましてやれって。ほら、シャックンじゃないですか、闇将軍対決見てますわ。筋肉すごくなってるよ、やってぐってほら。でもやばくないこれ、このレベルじゃ。いや、このレベルって41センチでしょ。めちゃめちゃ筋肉太くなってる。これ闇将軍ぶっ飛ばすため。違う、強くなるため。うーん、いや、でもかっこいいわ、腕、うん、腕が。うーん、いや、俺ケンさんのファンなんだよ。俺ね、いや、あんまり言ってないけど、ケンさんの放送ファンだから、ケンさんに伝えて。俺、実は隠れファンですって伝えて。俺、ケンさんの放送結構好きなんですよ。あの、都市伝説やるとき結構、ちょっとやってますね。あ、俺を倒すために、俺なんか全然余裕、ワンパンでしょ。多分そうですね。ワンパンでしょ。これ勝てるって分かるでしょ。そう、対面すると分かるから。この人勝てるかなとか。でも、大胸筋すごいっすね。え、待ってください。大胸筋やばくないですか。そう。え、本当にすごいんですけど。え、いやいやいや、全然。え、マジですごいっすね。
ベンチプレス何キロ上がりますか？いや、上がんないよ。上がんない。ベンチプレスやらないよ。あの、なんだっけ、チェストのこういうやつあるじゃん、マシンの、はい、ああいうのやっても何キロですか？60キロ60キロ7回とかチェストプレスですよね。チェストプレスひどいでしょ。あ、これチェストプレスやったことないんですよね。60キロってどのレベルなんですか？いや、だから多分ジムに通いたての女の子が初めてやるようになった。腹パンは無理よ。100万の不正受給の金、ね、新宿区役所に返しちゃうんですかね。いや、じゃあ返還請求が来てからなの。書類正式ので、異議申し立てをするから。あ、そうですか。ワードいらないって言われてるよ。俺向こうカウンター行こうか。どっちやの本当みんな。どうしたらいいか分かんねえわ本当に。すごいなコメントが本当に。和道さんの捨て頃出ないよそれ。捨て頃っすか。でも戦うためにトレーニングしてるわけじゃないですからね。そうだよね。格闘キックとかやってなかったの？やってないです。そっかそっか、動きが違うもんね。ちょっと筋肉があればいいってわけじゃないもん。でもパワーはすごいはずだから、うん、力自体はそこまでないんですよ俺。パワーないの？なんすかね、ちょっとやったら筋肉つく感じなんですよ。安いよ、はい、いやでもドルさんこの体見たらどれくらい上げんのとか会話になると思う。シャックン捨て頃出たいって言ってたじゃんって言われてるよ。あの闇将軍と戦うんだったら出ますよ。それは客来るわ、はい、それは客来るわ、俺行くわ、うん、もうぶち殺すぐらいぶん殴るじゃないですか。小屋さん、いや山本関西さんですよね。山本関西、山本関西さん、あのファンです。山本関西さんですよね。え、山本関西さんだと思ってました。何さんなんですか？山本関西さんですよね。違います。何さん？高野です。高野さんですか？はい、高野さんだった。山本なんでそんな色になったの？いや、新八丁に、新八丁染めてもらって、これおー、はい、インクと緑、赤、黄色、緑、信号カラーに。あ、信号機なんだ。はい、信号機、シグナルカラー。山本関西リスペクトじゃないんだ。おー、スケボーなんでやってくんなかったの？スケボー、やろうよ。スケボーはだってスケボーやりたかったじゃん。スケボー、え、なに？ちょっと待って、俺びっくりするんだけどさ、お前ポール・スミスとかなんでちょっと色気づいてんの？僕のじゃないですよ。あ、違うか。あ、そうだね、こうや。そんな感じだ。あ、びっくりした、シャックンのか。お前財布ポール・スミスかよと思って。あ、こうやっぽい。こうやさ、あの財布ベリベリベリってやつが似合うんだけど。ベリベリベリ知らない？三つ折りのベリベリベリってやつが昔流行ったんだよ。ありましたよね、昔。へ、うん、へー。下田景樹か、下田景樹だ。山本関西じゃないや、俺下田景樹って言わせたんだ。ごめん、間違えた。うん、下田景樹ってめっちゃ言われる。下田景樹のだって色だもん、それ。そうだ、山本関西じゃない、ごめん、間違えた。下田景樹さんですよねって言わないといけなかったんだ。うん、いや、下田景樹知らないでしょ、年齢的に。知らないっす、あんましっくりこないっす。この髪の色をした昔芸能人のおかまとは違うのかな、女っぽい喋りの男の人がいたの、ガリガリの。へぇ、そうなんだ。そう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 。へぇ、下田景樹か。ごめんね、なんか選挙しとって。ちょっと寄ろう。やっぱ一応ね、スーパースターだよね。鮫島さんがめっちゃ褒めてたよ、お前のこと。そうですか。鮫島さんがすげえ荒野頑張ってるぞって言って、はい、すごいなんか応援じゃないけど、なんか可愛いって言ってたよ、昨日電話したけど。マジですか。鮫島さんそういうこと言わないからね、はい、めちゃめちゃ厳しいんだよ、俺ら若手。若手っつってももうね、結構やってるけど、荒野可愛いって、はい、頑張ってるし、結果出してるし、はい、ありがたいです。いや、鮫島さんにがそういう人ね、なかなかいないから。はい、ね、あ、ごめんね、まちゃまちゃね。
好感度下がるよな、俺とからもと好感度下がるよ。そんなことないじゃないですか。好感度ダブ下がりだよ今。なんでですか。ピューンってピューンって。小屋さんも和道さんに言いたいこと言った方がいいっすよ。和道さん言いたいことはそんなないですけど。ない。でもないんですよ。ない。いや、何を言うんですか。関心がない。嫌いだったんじゃないんですか。いや、関心とかじゃなくて、おすすめ欄にいるんでよく見てますよ、和道さんの僕は。フォローしてない。フォローは、うん、いや、やっぱおすすめ欄見にくくなるんで、配信者あんまフォローしないようにしてる。そうだよ、ね、通知は入れてますよ、和道さん。通知は入れてるんだ。通知は一応入れてますよ、うん、あの配信者で、絡みのある配信者入れてます。ああ、まあまあね。はい、うん、まあ、一応チェックはしとこうかと。はい、うん、なるほどね。揚げなんかもはめてないでしょ。あ、いや、まあ結構広いな、今夜。21だっけ。22になりました。22か。2日前に22になりました。おお、おめでとうございます。あれだ、22か。俺の10個下か。お、結構デコ広いよ。95年生まれなんだ。ちょっとやめて、無職の共演はやめよう。無職の共演は傷つくから。演者さんって高校卒業した後何やってたんですか。高卒で専門学校1年で中退して、はい、でそこのまま引きこもってて、それで不発見つけたんですか。で配信始めようと思って。おお、なるほど。じゃあ1年ぐらいしか経ってないですか。多分1年ぐらいしか配信経ってない。いや、最近だよ。コミュニティ作ったのはニコ生のコミュニティ作った2015年の6月ぐらいで。寄り目は間引きは笑ったやない、昨日お前。こいつら慣れ合いばっかしてんなよ。殴り合いしないといけないみたいな。なんか殴り合い。なんでですか。ごめんね、小屋さん。ごめんね、小屋さん。なんか俺の放送なんか殴り合うのが望んでるみたいで。いや、なんか俺、荒野さん殴り合ってる。まあガチでやってるよ。捨て頃でやってますね。そうそうそう。ボコボコにされたの。荒野さん、荒野さん、ちょっとここ切ったからでしょ。そうですね、ここはチョキエンって切って根元をね切る。根元からやる坊主だもんね、ここ。はい、小屋さん、あの年下の僕がね、仕事して、俺トレーニングで体鍛えてるんですよ。ああ、うん、そして小屋さんは東京遊びに来て、そしてまあ、あ、なんか違う、東京でいろいろ遊んでるんですか、小屋さんは。遊びではないよ。そして俺東京に遊びに来てるんですね、今。うん、そして俺のことどう思いますか。久しぶりに宮城県から来たんですよ。あ、そうなの、うん、いいんじゃないの。人はどこにいようが構わない。そんな批判されることはないんじゃない。働いてみる気はないんですか、小屋さん。うん、俺配信だからね。配信命も、うん、陰行の小屋だって言ってますよ。陰行じゃないけどな。いや、あえてアンチを増やすとかもう減らないよね。何やっても好感度なんか上がんないから諦めたよ、ね、好感度上げる方法を教えてるじゃない。無理でしょ、もう。時間なめんな。どういうこと。上がらない好感度。小屋さん、企画配信の場所はどうですか。僕はもっと、まあ、キャリア積んでからやろうかなーって。ああ、なるほど、うん、今の状態だったら深夜庁とさ、あの、テルのさ、はい、あのフッサルは行くの。あ、行きます。ああ、はい、今夜も来んだ。僕は深夜庁チームで行きます、ね、これテルチームだから、テルじゃん。ああ、そうです、そうですか。テルチームなんですか。テル、テル、俺テル。ドレさんも来んでしょ。どれさん行くんすか。いや、サメジマさんも来るっすよ。あ、サメジマさん行きます、うんうん、すいません。すいません、ハイボールお願いします。あ、すいません、俺もハイボールお願いします。そうそうそう、シャックン。そう。闇将軍のライバルのシャックン。
ライバルとか言わないでくださいよ。ライバルとか何なの？なんだろうね。あれは俺のおもちゃですよ、完全に。あ、ヤミショウ君はおもちゃなんだ。そうっすよ。ストレス発散のためにできてるおもちゃみたいなもんですよ。でもよく四国まで行ったよね、宮城から。まあそうっすね。いや、本当に時間かかりましたよ。1日ぐらいかかりましたよ、普通に。安くて、これ行きたいんで、ヤミショウ君なんかに金使いたくないんで。新宿経由？バスで。あの、まず、宮城の仙台から仙台成田空港までバス、夜行バス、夜行バスで、はい、仙台から成田まで、はい、ほうほうほう、でも8時間ぐらいかかるの、10時間もまあ、そうっすね、8時間ぐらい夜行バスでしょ。そうっすね。で、成田から成田から、愛媛まで飛行機。そうっす、松山空港で飛行機まで行って、そして、松山から菊間までも結構1時間、2時間ぐらい電車で相当かかるよ、はい、松山から菊間までは相当かかるよ。そして、歩きで菊間駅から闇将軍の家まで行きましたからね。そのヘトヘトな状態で俺抱きしめられたんですよ、闇将軍。なんで抱きしめてきたの？よくわかんないよね。名取から飛べよ。いや、あの仙台空港から飛ぶとね、すごい金価格なんだよね。うっせえな、こいつ。あ、そうそう、あの、昨日ね、リスナーさんに言われたんだけど、俺、寄り目が、まあ、そう、ヒラメって呼ばれてるから。僕は離れ目ですね。そう、だからヒラメと寄り目でコラボをちょっとやってくれって言われてたわ、昨日。ヒラメ、ヨリメっていうコンビを組んでくれ。バイバイ、頑張ってください。ついに実現したね。こうや、今日リスワン狙う狙うっていうか、まあ、自然とやってますよ。あ、そう。いや、取るんだったら、こっち切った方がいいのかなと思って。あ、じゃあ、またいた方がいいのか、取るのか、どうするのか、決めてるの。取れたらいいなぐらいですね。枠切るのか、あの、12時で。だったら、こっちまたぐか。どっちでもいいよ。僕は一応今日は。今日取れるでしょ、これ。1万1000と。はい。あ、僕、切らないんだったら俺確定させたいもん。あ、次の日に撮るのか今日撮るのか決めてよ。今日撮るつもりですね。じゃあ俺またくわ。撮れたら撮りたいですね、うん、はい。それとも2人で用意飲んで切ってみよう。なんで勝つでしょ。俺またいだ方がいい。どっちでもいいよ。僕は今日は、まあ、一応23時のギリギリに切ります。あ、日またぐ前に、うん、すいません、聞きたいんですけど、リスワンって何なんですか。俺分かんないんですよ。リスワンって、はい、あの純粋なリスナーの数、はい、要は1 IP につき1ログイン見てくれたら1なのよ。でこれの人数を毎日競ってるの、ふわっち内で。あ、そうなんですか。ふわっちの中でナンバーワンの閲覧持ってる人で、1位取ると1万円とクッションがもらえる。これがリスワングランプリ。つきたいんですか、それは。1ヶ月に1人1回取れる。おー、それで何個もらえるんですか。1万円もらえる。1万円、なるほど、うん、で、今日こうや取るのって聞いた。リスワンになると1万円もらえます。ワドさんってなんか半日版とか聞いたんですけど、どういうことですか。それ前、だいぶ前、のんちゃんが乳首出しとった。あ、そうなんですか。半日版なんてあるんですね。うん、ワドさんでさ、前あれですよね、ん、なんか1週間バン食らったのに。だ、それがのんちゃんの乳首バンよ。そうなんですか。うん、なんか1週間バンが1日バンで済んだっていうのはどういう
手を使った話っていや運営さんに1週間バンですよって言われたと、はい、バンになったと、はい、で運営さんにメールを送ったの俺は、はい、でごめんなさいと、はい、要は彼女がおっぱいボンって出したわけじゃなくて彼女はその棚の裏要は壁の裏で着替えてるつもりで普通に着替えてたらおっぱい偶然映っちゃったの、はい、で俺はおいっつって気をつけろよって言ってすぐこう配信切って、はい、で次枠開いたのよ何ももう非公開にしてだから恋ではなかったんですごめんなさいって言ってあすいませんでしたって言ったら運営さんが確認取りましたと、はい、あれは確かにわざと乳首見せてないし、はい、なんつうのすぐ枠を非公開にしてるんで、はい、ちょっと対処が重すぎるんでっていう風に言っていただけてああなるほど、うん、で、まあ、今後気をつけてくださいねってへだから運営さんに謝罪のメールを送ったへ、うんうん、そういうことです、うん、そこは謝罪を送っても、うん期間は変わりませんって言われたんで、うん、不思議だなって思って1週間版が例の1日版この前のそうですねなんかこの前の小島グランプリが、うん、JK を襲う配信みたいにしてそれはダメだよね暴力的な配信やめてくださいみたいに言われたのまあそうだよな、まあ、それそうだよ小屋さん筋肉触っていいですか筋肉ない筋肉ないないよあれ意外にあるんじゃないですかないいやないよないよないしあ、いや、結構あるわ結構ガッツリしてるのよおお結構ガッツリ意外とガッツリ俺より太いよ意外にあるよ、ね、俺より太いよびっくりしちゃうほらあれほら俺より太いよじゃあそういやね、太すぎるうわ、すげえうわ、やば丸太じゃんあれは笑ってたよこやさんって JK 食いまくりなんすかあ、そうそう、なんか触れていいのそれいや、なんか JK タブー触れていいタブーじゃないっすよタブーだなんでそういう話は喋らないんすか18歳と思ってて付き合ってた子が、うん、実は17歳で、でそれをカミングアウトして、うん、されて、でそのそれやっちゃったの？そうですね。でその後にホテル出てると出てきたところを、ね、ホテル途絶えそれとは違う、うん、時に。うんホテル出てきた瞬間に警察のパトカーが通りすがって職質受けてでそれで職質6時間ぐらいされてえでどうなったの？それ逮捕なの？いや、まあ条例違反だよねですけどまあでも恋愛感情があるということであはは、お咎めなし恋愛感情あったらお咎めなしなんだはいえ恋愛 の結婚前提とかだったら大丈夫っていうこと、はい、で今でもお付き合いしてるの？そうですねうーん、はい、17歳のことえ17歳のこと国家公認でパコってるってこと？いや18になるまで4ヶ月待ってばいいみたいなあじゃあ今パコってないの？はい結局結婚するの？まあ結婚も結婚式はそこの青壁の前でやります。おーはい、出席したいわ配信するんですよね、当然配信回します警察がいいって言うんだったらいいんじゃないの警察がいいって言うんだったらあれ、荒野の頭叩きだって言われてるんですけどどうすればいいんですか、荒野の人は一応、お断りは21と17かあ、いいじゃないですか未成年と堂々と合意でパコれまあ4ヶ月待つって言ってんだから今日は来ないんで私らそんなこと知らないんでそんな連絡もされてないんで分かんないですけどI'm sorry.
場のお客様いらっしゃるんで。好きなの？そういうことはどれくらい前から付き合ったの？1ヶ月前ですね。おー、まあ最近なんだ。はい。リスナーさん？リスナーさんかな。リスナーさんみたいなもんですね。いや、出会いはリスナーでしょ。まあでも初めて会ったのはライブハウスで。あー、やったの。はい。あ、ありがとう、一二。はい、ありがとう。シャックン、シャックン。無放題でいいかな、全然大丈夫。あ、そうなんだ。はいはいはい。あ、じゃあ女の子が18歳だよって嘘ついてた場合は、お咎めなしなんだ。スタッフの撮影禁止なんだ。すごいね。あ、だから東国原理論だ。うん。慰めてやるよ。いや、慰める。誰を？荒野を？いや、別に警察がいいって言ってんならいいんだよ。どんどんあれするんだけどね。どんどん。こうやん。こうやん、ニコ生でいじられてる。ジャージでもいいだろ。ジャージすげえ。ニコ生でもいけるんじゃないの。ニコ生でもいけるんじゃないの、お前。闇将軍キャラになりそう。服装自由だろ。もう、どう対処すればいいか分かんないよ、これ。こんばんは。いつ帰るのか。こうやん、構えさせろ。他に手持ってけって、もうコメント読めないよこれ。もう40分しかないから、もう帰った方がいいです。逆に言うと、こうやんの方がシャックンだよ。シャックン、シャックン、和道さんのファンです。ありがとうございます、ありがとうございます。お姉さん綺麗ですね。なんでさ、その配信者とリスナーさんと恋愛になると揉め荒れるんだろう。わかんないですね。よくわかんないよね。はい、すごい炎上しますね。炎上するよね。はい、ツイッターやってるよ。よかったらフォローお願いします。すいません、嘘です、マジで。俺のファンじゃないの。ちょっとショックなんだけど。そうなの。聞くわ。後輩の公演リスマン取らせないの。いや、今日取るって言ってたから。あ、俺のアンチなんだよ。あ、ジントニックください。ジントニックで、はい、アンチだから。この3人の組み合わせはなんか変な感じするよ。お母さん、うずくもしないですか。枠を切ったら確定しちゃうから、荒野にリスマンを確定させるの、俺が枠をまたぐんだよ。逆だよね。まあ、そうだよね。そうですね。そういうことだよね。違う、俺が枠を切らないで、荒野がギリギリで枠を切るのがリスマン、荒野に譲る行為なの。違うよ。理論が違う。引退したよ、うん、引退した。そう、譲るっつうか、まあ荒野の日だろう今日は。荒野がまたぐの、またぐんだったら俺切って確定させたいっていう俺からのお願いだよ。どうするんですか、荒野さんっていう顔色を伺ってる感じ。すいません、黙ります。この前の電話の内容だ。いやいや、私がすいません。どうもすいません。あ、すいません。すいません。カフェやると、それでなってるから、そう本人が言ってたんだけど、荒野をいじめないでって。俺がいつ荒野いじめたんだよ。ちょっと待って、俺が、ちょっと待って待って待って、荒野をいじめないでってコメントさ、俺がいじめてるんだったら、そのコメント、いや、分かったわってなるけど、俺があたかもいじめてる前提で話すのやめてよ。別にいじめてねえだろ。ハイボール。
逆にいじめられてる側びっくりするよ。印象操作にも程があるだろ、いくらなんだ。いや 無法地帯っすよ、無法地帯。和道さんの顔がタイプあーはい、ありがとうございます。まだお願いします。結婚したかったんだ。ありがとうございました。トークがイメージシャックンとの絡みが見たい。いや全然絡みますよ僕は。でもシャックン俺のアンチになっちゃったんだって、昨日の配信見てがっかりだと。いいわ、和道さん口うまいっすからね。口うまいか、うまいっすよ全然、うん、いやまあだからアンチになるっつってもね、ファンになってくれとかさ、学校になってくれって言うもんでもないじゃん、まあ、俺からさ。だってリスナーさんの気持ちじゃんそれは。まあ嫌いって言われちゃったらね、もう仕方ねえわっつって。昨日引退したよ。YouTuber のヒカルに俺が憧れてんの憧れてねえよ見たこともないよ。こうやね。まださ、でも引退あれは嘘ですよね。引退したのは、え、引退したのは嘘ですよね。よく僕もよくやるんですけど。いや引退しちゃう、引退しちゃう。なんで和道さんだけそんな言われるのかなと。みんなやるじゃないですか、引退します。引退したくあれさ、引退って釣ろうとかないんだよね。本当に減らってんだよね。そうですよね。そう本当に減らってるか怒ってるかなんだよ。ひろゆきの真似なんかしてないよ俺。和道さんがやるとインパクトが強いんですかね。なんかいや叩き甲斐があるんだよ。引退枠みたいなやると僕がやってもあんま意味ないです。どうせ嘘なんだろうって思います、思われるんですよ。和道さんが引退しますって言うとなんか信憑性が高いよね。信憑性なんですかね、なんだろうな、なんかすごいですよね。すごい炎上するそうですなんでなんだろう。ごめん酔っちゃってる、ごめん。はい、こんばんは、いらっしゃい。もやさん、あ、まあ、嫌われてるから無視しないでくださいよ。何どうしたどうした酔っちゃいましたよ俺、はい、酒弱いよ。いや、いつもトレーニングしてて酒飲まないことにしてる。あ、代謝がいい、ね、いいしね、酔いが回りやすいのかも。偉そうに語ってるからすいません、すいません、ごめんなさい。酔っちゃってごめんね。いやいや、もう酔ってるから、ずっと言うからね。ハイボール何杯飲んだ。7杯ぐらい飲んでんじゃん。もっとは、あと10本10杯はい、あ、すいません、ハイボールもね。いや、今日は荒野が取るでしょ。取れたなぁ。和道さん取んないですか。だって荒野とぶつかっても俺負けるもん。そうですか。だって今閲覧合計1万1000人だよ。はい、ぶっちぎるでしょ。そうなんですか。いや、ぶっちぎるじゃないよ。あれ、ニコ生なのになぜか花火上がった。ありがとう。今日ぶっちぎるでしょ。まだこうやが取らないんだったら俺今日確定させたいけど、明日取るんだったら。明日取れんすかね。だってこのまま引き継ぐわけだから、この数字は。はい、別にどっちでもいいよ。だからこうやが取らなかったら、俺も取らなかったらリーナ猫が取るんだ。あれ、なんで
ビバリコーには明日にまた来るんだったら俺切るよ。で今日確定させるんだったら、今日勝負するんだったら俺はまた来る、待たせるって、うん、ありがとうございます。ねえ、荒野取ればいいじゃんね。和道さん、花火2発ですよ。うるせえな今いらないその情報。うちの枠で花火に今何発上がってんの。見せて見せて。荒野クラスになると、うわすごっ。あ、なるほど、すごいなお前。お前さ、いくぶっちゃけいくら稼いでんの。そうですか。いや、ぶっちゃけいくら稼いでんの。いやでも、50は50は嘘。いや、本当。いや、こいつ本当嘘つきだよ、今びっくりした。いやだって俺が50万なのに、荒野が50なわけないでしょ。お前嘘つくなよ。いやいや、嘘つくなよ。いや、本当ですよ。いや、その嘘はバレるよ。いや、50じゃないでしょ、本当ですよ。1ヶ月、先月だよ。先月もそんぐらいですよ。いや、嘘つきだわ。明日レディースデーか。あ、じゃあごめん、俺今日切るわ。そうですか。だから俺と荒野で俺の負けだわ。明日レディースデーだって。じゃあ俺切るわ。勝負用意ドンすよ。まあ負けだろうな俺の。てんちゃんお花火やと用意するしかないわ。てんちゃんお花火やとすげえな。ドンピさっきのもう一回やってください。そっか、明日レディースデーできないよ、2回なんで苦笑いしてるんですか。そっか、明日レディースデーだ。忘れてたわ。いい筋肉ですね。ん、いい筋肉ですね。いや、ありがとう。まあ、多分100万いかないぐらい稼いでるはずなんだけど。てんちゃんお花見はダンプうわ、やっぱふわって金稼げるんですね。いや、かなり稼いでるよ、坊やは。俺なんかもう2万円ぐらいしか稼いでない。そんなはずないじゃん。もう2万円ぐらいそんなはずないじゃないですか。坊やさんもいつまでそれが続くんですか。そうなんだ。いつまで続くんですか、それは。ワードさんからすると荒れるな。こんなにさ、荒れる配信者いないよね。詐欺師しか書いてないもんね、この。ちょっと待って、お前ふざけんなよ、ほんと。なんでワドが MC ワードなんて、お前ふざけんなよ、ほんと。荒れるんだよ、荒れるって言ってさ、お前さ、俺が傷つくわ。ワドが NG ワードなんだけど。おい、びっくりするわ。お前いつからこれ設定してんの。いや、今さっきですよ、来るって聞いたんで、荒れるなと思って、ワードは NG ワード、そう、設定急遽したんです。ふざけんなよ、こいつワード NG ワードなんだけど。なんか NG ワード多いなと思ったら、ワードが太字で出てたわ。ないわ。解除しますか。いや、いいよいいよいいよ。解除しますよ。NG ワード、ワドはねえだろ、いっぱいあんじゃねえか。ひらがなのワドとか、カタカナのワドとか。なんで天下一品が NG ワード。いや、まあ天下一品行ったんだよ、出禁なのに行ったんですよ。ああ、なるほど。今ショック受けたわ、ちょっと。で、解除したら NG ワード。ありがとうございます。ああ、ちょっとひどいよな。配信者の名前 NG ワードかい。お疲れ様です。バカありがとうございます。アイテムありがとうございます。すげえな。どうじゃ。島津かむつにしって言われてますよ。え、はい、島津言われてますよ。言われて、いや、言われてるっていうか、ずっともう俺の悪口で。
全員配信者だよ。シャックもシャックはニコ生だけどね。なんか食おうかな。何にダニとしてるんですか。何にダニとしてるんですか。どうしましょう。本当に酔っ払っちゃいました。酔っ払ってるよ俺。本当に暇だ。おやすみ。パフェありがとう。明日何するの。パフェありがとう。明日はね、明日はちょっと予定ある。一緒にトレーニングしない。トレーニングはしないで。しない。それは誕生日だったの。誕生日だよ。誕生日の日にバンだったから。今日誕生日の日にバンになったの。そう。何したの誕生日。いいやな。小島グランプリとね、ちょっとあって。それから気をつけないとね、配信ね。まあね、すいません。はい、ボールください。すいません、お会計で。はい、もう帰るんですか、和田さん。もう行く。領収書ください。はい。ちゃんとコメント読まないとダメですよ、こうやさん。コメントなんだよ、うさ、うん、酔っ払ってるからってコメント読まなかったら配信者失格ですよ。わかる。おい、財布なくなってある。財布そんな取られない。ジャンルがちゃうわ。毎日ここで飲んでるの。毎日というか、まあ結構来るね。結構来る。うん、ここのやはね。あ、よかった、俺東京来てキャスバーさん行こうと思って高野さんに会えて。あ、そう。うん。どっちやんのよ。やだよ。俺そんな高野さんみたいに金儲かんない。ニコ生よりふわっちの人来るからね。本当に、うん、なんか最近さ、正直ニコ生やっててさ、全然人来なくなったの。ふわっちあれやった方がいいよ、絶対に。うん、俺さ、トレーニング配信1回したのよ、ふわっちで。まあ、500円稼いだよ、ふわっちで。いいのかな、ふわっちの方がね。どうなんだろう。本当に捕まっちゃうの。俺は捕まんないよ。タイマーに持ってこ、そんなことやんないよ。どうしたんですか、アナさん。え、何が。アナさん、どうしたんですか、急に旅に出ようかなって。いや、旅に出ようかな。旅に出る。旅に出よう。久しぶりに会えてよかったです、アナさん。ね、どれくらいぶり。もう、1ヶ月ぶりくらいですか。そんなもんだって。なんかちょっと会ってる気分だ。そうですか。うん、泊まりとか10歳したの。ワドさん32ですよ。おっさん、おっさん、おっさんなんですか。おっさんでしょ、32って。まだ若いと思いますけどね。あれ、ワドさんいます。あれ、ワドさんやっちゃったよ。どうした。映れないで、フワッチバンド。あー、了解です。ワドってあれ、フットサル参加すんの。しますよ。なんか、メンバーが外れてたら、はい、
え、俺メンバー外れてたの？うん、テルチャンピン確認した、ワードは出ないって言ってる。あ、本当に？お、じゃあちょっとわからないな、ちょっと確認してみるわ。なんかワドアンチのミュウツーってやつが出るから、はい、そこであれなのかな。別に喧嘩していいんだったら別に鉢合わせるけど、俺は構わないですけど喋らないですよ、ミュウツー喋らないの、はい、でそこはだからチーム変わったり、はい、あ、そうだったな、俺フットサイドメンバーから外されてるんだ。ワドが出たくないって言ったのかなと思って。いや、言ってないです、言ってないです。電話ちょっとテルに言ってみるわ。あ、僕、あれですよ、まあ基本的にそのミュウツーはガチで家乗り込まれたりしてるんで、うん、聞いた聞いた、絡みたくはないんで。こうやって一緒にいた時に言ってたから、はい、まあ、うん、どっちでもいいですよ。あの、まあ出たとしても絡まないし喋らないですね、ミュウツーとは。うん、まあでもミュウツーが絡んでくると思うよ。まあだからその時にでもフルシカトしますけど、まあそれは任せるけど、はい、まあ人数多いから、まあ、はい、あ、じゃあ、うん、なしでも全然どっちでも、まあ聞いてみるわ、はい、一応組み込まれる予定で。 あ、了解です。これ明日は大丈夫、またちょっと新情報が来て、あ、まあいろいろさゆちゃんにも一応アポイント取ってて、うん、昼2時ぐらいか1時ぐらい、オッケー、大丈夫、大丈夫、あ、大丈夫。で明日な、何時する？明日ホテル午後3時には大丈夫だよ、最低でも、うん、ちょっと時間決めて告知してやりたいから、どうしよう、うん、2時でいい、3時俺が何時の方が助かるな。3時の方がいい、余裕がある、うん、明日俺が何でもやっちょが何時だっけ、トムソ駅が、ね、8時か、夜8時だから、じゃあ3時で大丈夫、うん、大丈夫。3時俺もチェックアウトだから、3時に青壁にするか。うん、そうだね。でそれでちょっとある映像をちょっと見てもらわないといけないから。映像、うん、まあちょっとマジで何それ、極秘ネタ、新情報来たから、とりあえず一緒にその映像を見てもらう感じになる。ああ、分かった、うん、それに対して反応コメントが言えばいいから、うん、分かった。裁判、じゃあ明日よろしく。裁判裁判、公開裁判、裁判じゃないけど、ね、俺に助けてほしいっていう人が来たから。あ、そうなの、うん、まあとりあえず、まあ、声はどうなのかっていうのを聞きたいからとか、まあ、うん、2人、2人ぐらいいるね、2人、うん、2人、うん、まあ、それは左右サイドもと高野サイドに聞かないといけない話だから、うん、うん、まあそれはまた明日言うわ。分かった。じゃあ3時遅れないように、うん、まあ、50分ぐらいに来て。うん、分かった、うん、じゃあよろしく。 OK、 ありがとうございます。今日いないんですか？あれ、さっき喋ってた大和さんじゃないの？この方か。あ、どうも。あ、いると思う。大和さんじゃなかった。あ、いると思う。じゃないです。いやいや、今日はあれ一回見なかった。あ、私おそばから来たんだ。あれ、なんかニコ生がどうとか言ってた大和さんじゃなかった？あ、違う、お客さん。お客さんだったの？多分お客さんなのかどうか分かんないけど、うん、多分お客さん。あー、うん、さっき男の人の男性。そうです。あ、そうなんだ。また違う人か。違う。マジか。大和さんよりはちょっとミーティングしようと思って。うん、あ、今度言っときましょうか。まあ言ってんだけど予定が合わなくて、あ、しゃあないんで。俺がファンじゃなかったらな、ね、そっち映れんだけどな、うん、逆に映ったらどうなるかやってみるか。やだよ、やだよ、被害受けた俺らだ。じゃんけん負けたら和道か荒野かちょっと選ぼう。やめろよ。負けた人が今が俺の顔アップする。絶対やめてくれ。じゃんけん絶対やだ、絶対やだ。勝ってばいいんだよ。やだって。勝ったらどっちかがバンで、どっちかがリスワン取れるんだよ。リスワン今日荒野だよ、多分。荒野だ。だって1万1000っすよ。1万2000っすよ。あ、そうなの。うん。で、3000差だから。じゃあ、じゃんけんする？絶対負ける俺。明日あるんだよ。しないしないし。明日あるんだよ。明日もあるし。じゃあ、明日3時ね。告知しとくね。じゃあ、お疲れ。お疲れ様です。またお願いします。なんでもらい番検証？でもさ、あれって誰からなんだろうね、その番になった人が映ると番になるってさ、うん、でも実際になった人いないじゃん。いないですか？いないんだよ。だからあれ誰が言い始めたんだろう。わかんないですけど、ね、わかんないよね、ちょっと。そんなんありますけどね、なんか言うよね、みんなね、はい、もらい番食らうぞ、はい、ツイキャスはもらい番になんの？ツイキャスはなんないんですけど、ふわっちゃんなるっていう、なるって噂が、ね、風潮だよね、はい、なんかジンクスみんな信じてるよね、はい。何なんだろうね。そうなの。ヒカルやばい。どういうこと？ヒカルさんどうした？ヒカルさんがどうした？よいしょ。
やってみたくないでしょ。切っといた方がいいよ。実は枠切るか。まだでしょ。みんなのコメント読めないんだよ俺。なんか本当に変なコメントしか書かれないからさ。読んでるのも悪かもしれないけど読めないんだって。うん。聞くわいい。切る。一回切る。すぐ当てるわ。やってみよう。ない。すいません、会計をお願いします。シャックンどこに泊まるの？満喫？ビデボ？ああ、ビジネスホテルに泊まります。ビジネスホテル。はい。みなさんチャイナしたい一目と今夜ファン多いよな。そうですか。いや多いと思う。ヒカルがこうやネタにして、そうヒカルさんネタにして、昨日祝ってくれた気がするんだけどな。誕生日で祝ってくれて、わざわざ電話までかけてくれたんだよ。ハッピーバースデー to you って。展開早すぎる。展開早すぎる。俺逮捕されてない。トイレ行ってくる。すいませんね、和道さん。すごい上の酒で、ね、酔ってしまいまして。酔った、はい。重いんだよな、これが。シャックまた。お疲れ。そうですね。はい。お疲れ様です。もう握力もいいね。おお。握力強いですね。あ、強い強い。あ、折れる折れる。強いわ。じゃあ、サッカーお疲れ。お疲れ様です。ホヤによろしく。はい、ごちそうさまです。ありがとうございます。じゃあね。はい、お疲れ様です。またお願いします。ピース。ごちそうさまです。ありがとうございます。はい、ワードツじゃあ今日の放送そろそろ終わりにしようか。俺あの行きつけのバーに行くわ。行きつけのバーに行きます。しっぽり一人で飲みますわ。ワド2じゃねえつって。ワド2でしょ。そこそこはワド2でしょ。ありがとうね、みんな。お疲れです、うん。ありがとうございました。アイテムありがとう、マキル。アイテムありがとう。いや、違う違う。知り合いのバーに、ちょっと、今日どうなのって言われて。うん。ちょっと飲み行こうかなと。一人でしっぽり。配信外で。ダメ？まだ配信しろって。荒野が来たら帰った方がいい。うん。そうそう、お疲れ。いつもありがとうね。うん。お疲れ。理想は今日荒野だよ。理想は今日荒野。確定だよ。荒野。荒野確定。
なんでみんなに嫌われてんのか俺が知りてえぐらいだよな。飲み屋で配信はちょっとプライベートで行きつけのバーだからちょっと嫌かな。はい、スーフィリップさんいらっしゃい。プライベートで行ってるところだから恥ずけてない。まあ2杯しか飲んでないしね、まだ。もうちょい飲んでもよかったけど、もうちょい飲んでもよかったよね。俺もちょっともうちょい飲みたかったなっていう。飲みたいね、もうちょいね。もうちょい飲みたいですね。毒吐いてるよ、俺全然。俺全然毒吐いてるよ。さっくんと話した話した。さっくん話したよ。カラオケ行きたいね。カラオケ行こう今度。カラオケ行こう。今からちょっとプラプラしようかなとは思ってますね。どっか飲み行こうかなと思って。あゆみはもうやってないでしょ、懐かしいね、あゆみ。ワドヘイト配信多いよ。ワドヘイト配信めちゃめちゃ多いよ。枠は続けよう。いや、枠続けるんだったら歩いて帰るよ。枠続けるんだったら歩いて帰りますよ。特定されたくないから、そこ結構行く店だから。キャスバーもいいじゃないよ。運営してんのもいいじゃない。別の会社。あの、インチキ大王さんのお店。エンタの神様出れないでしょ、俺は。今日何日だ？12。いや、フットサルどうなんだろう。出た方がいい、出ない方がいい、どっちがいい。フットサル出るか出ないか決めようじゃ。フットサルのメンバーから俺外されてたってよ。出た方がいい、出ない方がいい、どっちがいい。出た方がいいっすか、出ない方がいいっすか。どっち系？出なくていい？まあキャンピンの方針で全然いいよ俺。キャンピンの方針で全然いいよ。どっちでもいいっすよ。どっちがいいんだろう。ああ、ワドしたいか。じゃあ俺としては出なくてもいいかなって感じだけど、どっちでもいいよ俺。
出た方がいいのか出ない方がいいのか。おやすみ。あ、バーガーありがとう。まあじゃあ断っとくわ、シャンピンに。断っときます。テルに断っとくわ。うん。やめとくわって、今回。フットサル。企画壊したくないからさ。ねえ、テルの持つ企画だから、テルに連絡しとくよ。うん、あれそうだからやめとくわ、つって。今断る？断った方が良くない？後で電話しとくよ、うん、テルと後で話すわ、配信会で。まあだってテルが嫌がるっしょ。テルと新野町の合同企画だから、あれ疲れ入れてる配信だもん。やめとくか。いや、わかんない、ミュウツー。いや、やめとくよ、やめとくよ。ミュウツー出るんでしょ。あとで新野町にも話しとくわ。あとで新野町にも話しとくよ。出るのやめとくわ、つって。いや、だって、違う、友人だから断るんでしょ。関係ない人だったらさ、あれだけど、向こうの企画壊しちゃうじゃん。向こうの企画を。友人だから断るんでしょ。逆でしょ。そう、新八所の枠でもあるし、あの、テルの枠でもあるから。あ、断り入れとくよ、俺。やめなくてもいいかな。どうなんだろう。え、ニコラスさん手回せんの？そうそう、チャンピンの企画を、なんかワドをシネコメントで埋めたらさ、かわいそうじゃん。あれ力入れてる企画なの知ってっから俺。で、テルが外してるってことはそういうことだと思うから。うん。テルチャンピンが俺の名前外してたよって新八とかわざわざ言いに来てくれたってことはさ、テルが、いやワドふさわしくねえわってことでしょ？うん。だから、まあ、そういうことなんで。しょうがないでしょ、うん、絶対だってぶっ壊れちゃうから。いや、関わりはするけど、友達だから、うん、関わりはするよ。おーい、お久しぶりでーす。まあまあ、じゃあそういうことで、うん、じゃあお疲れ様です。おやすみなさい。いや、元気だよ。だから、テルにそのこと聞いてよ。テルチャンピンに聞いといて。ワドは出すのか出さないのか。俺が決めることじゃないから。ワドを出すか出すのか決めるのはテルだから。うん。いや、全然気にしてないよ。うん。だから、それを決める決定権は俺にはないからさ。うん。だから、テルに聞いといてください。じゃあ、お疲れ。お疲れっす。お前コメント欄荒らすなよ。バカ。
とかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。